よいしょ。よいしょっと。何が出るかな。何が出るかな。何が出るかな。せーの。もく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 。はい。今回はインターペットに今年も行ってきました。いやで、インターペットはね、もう何が面白いかって、いろんなブースが回れるっていうのと、あとブースごとにね、サンプルとかいくつか、新商品のサンプルとかが用意されているので、サンプルもたくさんもらえるっていう、とてもお得な、ということで、まあね、ほぼほぼ購入してないんですけれども、まあ、どういうサンプルがもらえるかとか、いろいろね、ペットのなんかそういう用品店とかカートとかね、ペットフードとかそういうのが売ってたけど、なんか行くとなんか結構サンプルどうぞみたいな感じでね、もらえるから、そっちの購入よりかはサンプルとか、そういうなんかね、くじとかで当たったやつとかの方が持って帰ってくる量が多くて、結構買うと思ったから、このスーツケースで持ってったんですけどね、そうそう、なんかチラシとサンプルで終わったよね。前回もね、何年だったかな、ちょっと昔に動画アップデートじゃない、アップロードしてるんですけど、まあ、そちらもよかったら見ていただければと思うんですけども、その時は買ったりとかしたね。そう、その時にね、買ったりとかして、結構缶とかだったね、持って帰るのが大変でね、重くて重くて、そう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 、重すぎた、リュックで行っても重いぐらいで、もう今年はスーツケースで、そう、まあ、車で行ける人とかだったらね、そう、ちょこちょこね、そう、再入場とかできるから、我々は電車なので、まあ、電車の人には結構スーツケースおすすめかなと思います、うん、だから結構スーツケースで歩いてた時に、なんか旅行どこから来たんですかとか言われたよね。それで、そう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 、都内ですって言ったら、あ、そうなんですね、旅行がてらっていうか、旅行でこっち来たのかと思いましたとか言われたね。結構ね、ちっちゃいのでもちょうどいいぐらいだったね。早速いろいろ紹介していきたいと思います。はい、ではまずはですね、もう本当に試供品ばっかりなんですけど、こちら、稲葉ペットフードさんから、こちらの、すごい乳酸菌クランキーチキン味をいただきました。ちょっとサンプル品にしてはすっごい大きいですよね、うん、これ 150g 入ってます。うん、もうね、なんかこう回転っていうのかな、うん、入場時間と同時に入って、そうそうそう、ほとんど人少なかったので、ちょっとブースで写真撮ってたら、うん、もう早速店員さんからこちらいただきましたね。はい、多分ね、一番最初のお客さんだったそうだね。これは総合栄養食って書いてますね。こういうサンプル品とかはね、なんか普段食べてるご飯がなくなった時とか、そう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 、ちょっと足りないなっていう時にあげたりするのにちょうどいいので、あと旅行とかね、うん、出かけ先にも、小分けになってるからあげやすいかな。チャックはないから使い切りにはなっちゃうから、はい、はい、じゃあまず1点目でした。これはウォルトがいつも愛用しているご飯のブースがあったので、そちらにもお邪魔してきました。で、普段食べているものはこちらのプリズミックスラムレシピというものですね、と最近サーモンもちょっと試し始めてて、結構これ食べてくれます。で、これ何がいいかって、グルコサミンとコンドロイチンが配合されていて、あと乳酸菌で口腔内の善玉菌配合っていうことなので、まあなんだろうね、口腔ケアであったりとか、あと関節ケアにもちょっと
効果あるかなと思って試しているご飯になります。こいつも食べてるね、ボリちゃんね、うん、はい。で、愛用しているっていうことで、すごい、こちらの会社は、KMT さんなんですけども、他にも、ポークと、あと、サーモン、さっきお見せしたサーモンなんですけど、それの、体重コントロール版のものも出されているようで、こちらもちょっとお試しでいただいてきました。あとですね、ブリズミックスさんの方で新しく出る商品もありまして、こちらのチキンが今度、ちょっといつからだったか忘れちゃったけれども。でも4月5月とかって言ってたかな。そんな遠くはないかな。はい。今年中。なので、このチキンもちょっとお試しにということでいただいてきました。うん、これすごい小粒なんでね、うん、この子でもすっごい食べやすい。形になってますね。ここにちゃんとどういう大きさの粒か、これは小粒って書いてあるので、これを見て自分に合うものをね、ワンちゃんのものを買っていただければなと思いますね。でこれはちょっと こっちに比べてやっぱいいものが入ってるのでちょっとお高いみたいです。そうそう、これはね、あれ、これキヌア入ってるやつだったかな。そうだね。何が違うんですかって聞いたら、キヌア、こっちが、うん、通常のって言っていいのかわかんないですけど、サーモンのものでグレインフリーではあるんですけれども、うん、こっちはエンドウ豆とかスイートポテトとかそういったものが、そら豆とか入ってるんですけど、そうですね、うん、こっちはなんか健康志向、体重管理なんで、うん、健康志向でキヌアとか、うん、オーツ麦とか玄米とかが入ってるものになるらしい。人間もね、なんかすごいいいものを取り入れようとするけど、ワンちゃん用にもねそういうものが入ってるのでちょっと効果、うん、ウォルトはねそんなに太ってないけどだいたいいつもね 2.56 前後で推移してて、うん、まあ、体重管理は標準ね、できてるので、まあ、そんなに心配はないんですけれども、うん、まあこういったものもあげるのもね健康志向で、うん、まあ、どんどんね来年からも来年今年からもシニアに、シニアに突入するので、人間でいう30代後半ぐらいの、うん、まあ、こういったものもあげるのもいいかなと思います。長生きしてもらいたいのでね。製品タイプによっても中粒しかないものであったりとかいろいろあるようなので、ちょっとそうですね、サイズと店舗に何があるかっていうところはちょっとお調べ、うん、専門的なとお店行けば多分種類豊富なんだろうけど、はい、いつも行くところはそうですね、ラムとかしかないんで。そう、まあ、でもね、ネットとかでもアマゾンとか、うん、自分たちもたまに店舗で買えないときはアマゾンとかで購入したりもしてるので、アマゾンとか楽天市場で確認すれば種類はあるかもしれないので、うん、ぜひそちらもチェックしてみてください。で、こちらのブースではですね、他のブースでもいろいろこう、なんて言うんだろう、お楽しみイベントみたいなのをやってて、うん、まあサンプルお配りされるだけでなく、なんかね、抽選ガチャガチャあったりとか、うん、で、ここの、KMT さんでは、くじ引きかな？そうそうそう、当たりが入ってる紙があるんだよね。そうそうそう、で、当たりだと、こういったプリズミックスのご飯だったりとか、他にもそう、アガリスクだったかな、なんかいろんなご飯、他にもこれだけじゃなくていろいろシリーズあるんですけど、うん、そちらが大きいタイプかな、普通のサイズぐらいかな、1キロサイズのものが、うん、景品としてもらえてました。そうそうそう、で私たちは何がもらったかというと2人行ったのに1人しか当たらず、これ知らないわしの煮干しですって言って、ね、しかも一番最初に言ってこれだったからね。そうそうそう、だからね、これはね単なるイワシなんで、うん、まあね、ワンちゃんにあげるのもよし、そうそう、ミキサーにかけて細かくして、そうそうそう、ご飯と一緒にふりかけとかね、うん、にしてもよし、飼い主さんのお味噌汁だったり、だしにね、おやつにするにもよしって感じで、まあ、ちょうどよかったかなと思います。で、あと、他にもこちらが今後出るのかな、テテスっていうもので、こちらデンタルケアになるんですけれども、こちらもちょっとお試しでいただいたので今後試してみたいと思います。ちょっと歯磨き難しいなっていう子にはこれを右左に
2から4プッシュ、あ違う、左右に1回ずつっていうことなんで、1回ずつ吹きかけるだけでいいそうです。であとお水に混ぜるとかでも全然大丈夫っていう風におっしゃってたので、まあお水だったりあとご飯にかけて舐めてもらう、食べてもらうみたいな。ご飯にかけ、うん、ご飯にこうシュッシュッってかけて、そうそうそう、いいんだっていうものらしいです。お口に入れるからね、うんうん、そういうことね。こんな感じでね、成分的にはこんな感じになって。それもサンプルだっけ。そうそうそう、サンプル、サンプルにしてはすごいね、うん、すごい普通にもらったけど、50ミリリットル入ってますね。グレープフルーツってどうなんですかね、ちょっとわかんないけれども、ね、成分ね、うん、あとビタミンも結構入ってますね、プロポリス、健康に良さそうだね、それこそ、はい、まあ、ちょっと試してみたいなと思います。また試してね、感想とかお伝えできたらなというふうに思います。はい、続きましてはね、続きましてはね、なんだこんにちは、はい、デビフペットさんですね。デビフって言えば、デビフジみたい。デビフって、缶詰の、こちらのね、缶詰食が結構有名だと思うんですけれども、こちらでね、写真のブースがあったんで、ちょっと写真を撮ってたら、サンプルいただけました。こんな感じで。1個缶詰もらいましたね。で、あとこっちが、ご褒美のトリーツたちだと思うんですけれども、これがね、なんか半生タイプって書いてあるんですけど、半生タイプってなんだろうみたいなちょっとね、でもね、食べやすい、触り心地もね、なんかね、グミっぽい、でもそこまで硬くないんですよ、あ、硬くないじゃない、柔らかくないんですよ、どっちかというとまだ硬い方が近いと思うんですけど、でもやっぱり触るとなんか普段食べてるカリカリご飯よりなんか湿ってるっていうか、なんか違うかもっていう。じゃあさ、あれじゃん、成形っていうか、ちょっと私行った子用とかじゃなくて、紙が食べやすいよね。ああ、そういうことなのかな。もう硬いのが食べづらくなってきた子とか。ちょっとこれね、開けてね、試してみたいと思いますけれども。はい。であと同じコーナーで、店員さんからいただいたのがこちらの試供品ですね。瞳キラキラボールっていうことで、これボールなんですけど、目にいいものがいろいろ入ってるっていうことで、ちょっと最近になってボールを食べてくれるようになったんで、うん、迎え入れた時はね、もう全然ペッて吐き出しちゃってね、一瞬口に入れるんだけどねそう、食べてくれなかったんですけど、最近ようやくボーロもちょっと好きになってくれたので、これ試してみたいなと、うん、はい、続きましてはこちら、アースペットさんですね。飼い主さんとよくこのマークでわかると思うんですけど、アース製薬とかかな、アースってご存知かと思うんですけども、うん、の、アースペットさんでいただいたものになります。これすごい長いですよね、長いかね、めちゃくちゃもらった時すっごいびっくりして、ほらちょうどタスキにね、これぐらい。タスキの前半部分だけできましたね。これデンタルガムらしいです。うん。2本入ってるみたいですね。あ、2本入ってたんだ。2本入りって書いてある。そうなんだ。噛めば噛むほど旨味が出るって。へえ。食べるの大変だよね、これ。切れるのかな？何日分って感じ。切れるんじゃない？ハサミとかで切っちゃう。1日に10センチを目安に与えてくださいってらしいので、やっぱり切ってあげてね。10センチも長くない？長いよね、うん、はい、これもね、頑張ってどれぐらいでなくなるかなって感じですけどね、あげてみたいと思います。で、アースさんね、なんか100円でガチャガチャやってたんですよ。そうで、時間11時1時みたいな感じで、うん、整理券が配られるみたいなんで、ちょっと整理券配られてっていうことを知らなくって、まあ、その時間に来ればあたりに行けばいいかねとか言ってたら、なんかどうやら整理券が必要だっていうことで、残念ながらそのガチャガチャはできませんでした。めっちゃやりたい、ね、なんかもうちょっと最初にね、多分まあ
最初の始まったばかりの頃に行ったからかな、あんまり説明がね、うん、なかったからあれだったんですけど、結構お客さんもいっぱいいたからね、まあ、そういったところもあるんでね、結構ね、いろいろ、まあ、下調べしたとしても、こう、わからない部分って、やっぱり行ってみないとわからない。細かく書いてないから、うん、ただの商品説明しか書いてなかったから、ね。行ってみないとわかんなかったりとかあると思うんで、うん、結構、こう、行きたいところはね、実際にブースでいろいろ聞いてみるのもいいかなと。で、ずっと待ってなきゃいけないね。そうだね。うん。はい。で、何がもらえたかって、あの、アースさんでの、こう、なんだ、消臭スプレーとかそういうおトイレ掃除グッズみたいのがもらえた。みたいなので、うんうん、まあ、そういうのもね消耗品だからね、それまあうちでもあの愛用してるんですけれども、うん、次回ね、うん、機会があればちょっとガチャガチャっていうところでね気が興味を引いたところもあったよね、普段ちょっとガチャ好きだから、うん、そうそうそう、うん、今日やりたかったよね、何がもらえるか ね、はい、そんなブースもやっていました。あとね、歩いてたらですね、この、これも歯磨きガムかな、をいただきました。これね、超小型犬用って言って、まあでも3キロまでだからね。うん、一応。あ、そうなんだ。うん。こんな感じで、見えますかね。すっごいね、凹凸が、凸凹になってるんですよ、うん、なんか。たまにそういうガムあるもんね。うん。緑のね。そうそうそう。なので。タピオカが入ってるって、ね、じゃあもちもちしてる？豚ゼラチンにタピオカすごいね、あ、やりたいらしいよ今食べるの？ちょっと後でにしようよ、はい、こんな感じでした。すっごいウォルトがこれ気になってたんでちょっと先に紹介しといちゃって、うん、はい、ドッグデプトさんのドッグフード、サーモン味になりますね。結構ね未開封なんですけど、袋、そうそうそう、開封してないんですけど、多分袋の外から匂いがね若干漏れてるから多分匂いがするんだと思うんですよ。どっか開いてんの？分かんない。はい、こんな感じの粒になってて、匂いね、人間でも分かるってこと？分かるよ。表の方が匂う。あ、匂う。じゃあこの、うん、あれが印刷なんだろうね。試供品ということで。そんなに匂うの？はい。いただきました。本当試供品ばかりですね。ありがたいことにね。うん、ありがたいことにね。なんていうかね。試供品もらえるのってやっぱいいですよね。うん、やっぱなかなかね大きいサイズでじゃあまず試してみるとかね。うん、それで。好き好きあるだろうし、実際さお店に行ってもさ、このサンプル品のちょうどいいサイズお試し用っていうのも売ってないから、ね、こういう時に行くとねいいよね。これ気になってたけどお金そんなに出すまではじゃないみたいな、うん、あるか。こういったサンプル品はね場所によってもらい方違ったりするんですけれども、うん、ドッグデプトさんではインスタかな、うん、インスタグラムのアカウントをフォローするなり登録すればもらえる形になってました。でも行った時全部インスタフォローすると何かもらえるとかっていうのが多かったから、うんね、インスタグラムか、なんか LINE のアカウントをフォローしていただければサンプルをお配りしますよみたいなところが結構多かったですね、うん、ちょっと粒大きくない？そうちょっとね粒が普段これぐらいの大きさのもの食べてないんでちょっと食べてくれるかわかんないですけれども、うん、まあ匂いは気になってるようなので最悪ふやかして、うん、うんですね、あげたいと思います。あとフードでいただいたのはこちらですね、赤菜さんの赤菜とオリジンお？はい、お次はこちら袋いっぱいに入ってるんですけれども、ペットの恵み365うまみペーストになります。でなんでこんなに大量にあるかというと、この後の動画でも流しますが、ゲームセンターによくある3回だったかな、うん、4回、コイン1枚で3回か4回ぐらい挑戦できるっていうやつで、うん、で中にはこのうまみペースト以外にもなんかちょっとしたリングも置いてあったりとか、ね、キーホルダーみたいな、うん、置いてあったりもしたんですけれども、うん、これね単なる銀のちょっとあれこれ種類わかんないんじゃないのっていう風に、うん、話してたんですけど、ちょっと帰ってきて見てみたら、うん、
何か書いてありました。でもらえたのは全部で5種類ですかね、うん、まあ種類的にもここにあの一応パンフレットみたいなのをいただいたんですけれども、うん、あの5種類なんでちょうど全種類制覇したっていう、うん、ことになるみたいです、うん、で種類何があるかというと皮膚サポートのもの、高麗人参だって、うん、高麗人参で目のサポート、うん、目のサポートはのぎくばならしいです、うん、でお腹のサポートはハトムギで、うん、体重管理はさんざしが入ってるらしいです。なんか変わったものがいっぱい入ってるね、うん、免疫力はちょっとごめんなさい、これなんて読むんですかね、レ、単純に読んでいいのかな、レ、レシバの恵みって書いてあるんですけど、漢方みたいだね、うん、なんか全部ね漢方、漢方っぽいよね、うん、でさっきも最初に高麗人参って言ったけど他のペーストでもあの高麗人参入ってるものもあったりして漢方系のペーストなのかな、無添加で自然素材を使われているらしいです。そのまま与えるか、あとはあの普段あげてる食事にねトッピングとして使ってもらうのもいいみたいなので、多分なんかチュール的な感じで結構これ触ると柔らかいので、うん、1回分かな、わかんないけど、そう、それね、うん、このサンプル自体がねそもそもこれと同じものなのかがちょっとわからないので何とも言えないんですけども、うん、与え方としては4キロ未満の子であれば半分から1本っていう風になってるんで、ウォルトの場合は 、うん、半量かな、うん、こうやってちゃんと、うん、どういうものっていうのが入ってるものが書いてあるのでそれに応じて持ってください、あ、持ってください、はい、で見せてください、はい、それぞれ書いてあるので使ってみてください。なんかねちょっとお皿に移してみたんですけど、なんかカニ味噌みたいな感じ、匂いね、あーなん、うん、ちなみにこれは何にしたんですか。これは皮膚サポートです。あー大事な、はい、はい、どうぞ。かぼちゃチキンエキス、こんにゃく、あ、チュールみたいな感じ。そうそうそう、チュールみたいな感じ。あのね、匂いわかるかな。匂いはね、猫の缶詰。あ、柿肉エキスも入ってるらしい。だからか。柿？柿。うん。美味しかった？ないよ。え、何？あれ1回分？今半分だけ出した。半分、うん。美味しかった。まあ、たとえこれまあ、やっぱゲームなんでね取れない人もいると思うんで、うん、取れなかった場合でも店員さんが何本かあげてたね、なんか箱に入ってて、最後金魚すくいみたいなね、あげてなかった、なんか最後取れてなかった人になんかちょろっとあげてた気がする、うん、なので、まあ、全く取れなくてもご心配なくっていう感じ でもどこに当たるかにもよるよね、台がね、うん、たまたまいけそうな台だったからあと足してくれました店員さんが、あ、そうそう、あとあとね、こう、少なくなってくると足してくれるんで、それで、こう、うまい具合に落ちてくれるとね。うん、はい。すごい楽しかったです。ぜひ、次回。はい、続きましては、こちらですね。すごい可愛いステッカーいただきました。めちゃくちゃ可愛いね、これね。うん、ペット宇宙葬って皆さんご存知ですか？知らない。初めて聞いた。宇宙葬ってなんだってびっくりしますよね、うん、こちらの会社さん、ワンちゃんとか猫ちゃんとか、まあ、あといろんなね飼われてるペットの、うん、遺骨を専用ボックスに収めて、うん、人工衛星で人工衛星、人工衛星に搭載し、実績のある米国宇宙開発企業スペース X っていう企業さんのロケットを使用して宇宙に打ち上げるらしいんです。打ち上げた後ちょっとどうなるのか知らないんですけど、宇宙葬っていうことでね、ご遺骨をロケットで上げるらしいんですよね。だってずっとさ、その宇宙をさ飛び回ってるわけじゃないもんね。で、まあそのご遺骨だけでなく、まあ、その時もあったんですけど、ワンちゃんの DNA っていうことで、そう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 、毛をね、飼い主
大好きなペットと一緒に DNA 宇宙飛行士になろうっていうことで、飼い主さんの髪の毛であったり爪、うん、と一緒にワンちゃん猫ちゃんの毛を一緒に打ち上げましょうっていうことで、うん、まあなかなかね、飼い主のこの毛とワンちゃん猫ちゃんなり自分の家族の毛を一緒に宇宙にポン、うん、まあお気持ちってことですよね。最近ようやくね、人間もね、あの宇宙にね、宇宙旅行っていうのかな、うん、あのなんか火星に行くとかなんかいろいろニュースになってたと思うんですけれども、まあ、そういう時代になったっていうことで、高いね、うん、まあ、なかなか現実的にはね宇宙に行けないので、うん、まあ、自分の DNA を宇宙に、そうそうそう、なんかお気持ちですよ、本当に。お気持ち。宇宙に飛ばそうっていうことで、まあね、ワンちゃんも一緒にっていうことで、そういった、ね、あの取り組みをされてる会社さんだそうです。で、こちらのステッカーだって。ステッカーは、なんと、インターペット初出展記念として作られたものだそうです。あ、初なんだ。うん。今回初で。待ちましょうか。出られて、はい、はい、他にもね、あと 3種類見えないよ。ちょうど上3つ、あ、そんなわけないか、猫ちゃん選んでないから。猫ちゃん好きな方は猫ちゃんだと思うんです。あとはこちらちょっとステッカーが置いてあったのでいただいてきたんですけれども、車のホンダですね。ホンダで今ホンダドッグっていう取り組みをされているそうで、まあ、ワンちゃんも車で快適にって、まあ、他のなんか今 CM であるよね、ワンちゃんと快適にみたいな車、まあ、ホンダドッグってこうね大々と取り組みをされてるみたいで、うん、あの車のカスタマイズかな、うん、ワンちゃんのためのカスタマイズとか結構すごかったね、うん、あとなんかキー鍵にもなんか装飾があった、あ、鍵だったりね、車のハンドルとか、そう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 、これなんだっけ、ギアとか、そう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 、とかいろいろ、あと車のね、あの外部分とかもだし、うん、結構あと後ろ、うん、車の後ろ開けた時のなんかカートが入るようにとかね、いろいろ本当にワンちゃん猫ちゃんなのかな、ね、ね、あのうちらはね普段レンタカー、うん、ホンダエブリゴをちょっと使わせてもらってるんですけど、うん、愛用して、うん、あの実はねホンダエブリゴでもあのワンちゃん OK なんです。でも OK とはいえ、まあ、他のレンタカーともそうなんですけども、うん、あのトランクルームに、うん、あの必ずゲージに入れた状態でトランクルームに置いてくださいねみたいなところが多くって、そうそうそう、なのでまあせめてものね後部座席であったりとか、うん、ちょっともうちょっとあの緩和されたらいいなっていう願いはあるので、そうそうそう、もうちょっとね、うん、あのゲージとかそういうトランクに入れるとかじゃなくて、そうそうそう、出したいよね、だ、まあ、出すのもそうなんですけど、うん、やっぱりトランクルームってなっちゃうと、うん、運転手であったりとか、まあ、助手席他後部座席に乗ってる方とかね、うん、ワンちゃんの様子が見づらくなっちゃうんで、そう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 、カメラつけないといけないんですよね、まあ、トランクルームよりせめてものね、まあ前の座席ってよりかは後部座席とか、うん、こうちょっとはい本田さん頑張ってください、ね、もうちょっとねレンタカーでもねそうやってまあねいろいろねやっぱり飼い主さん頼みっていうかね、うん、飼い主さんの信頼がないと、うん、何があるかわからないんでやっぱり、うん、まだね海外とそういうところがね違う部分だよね、しつけとかね、やっぱり日本もねやっぱりワンちゃん可愛いだけじゃなくてぜひね、うん、矯正するっていう意味で、うん、いろいろ考えて、うん、一緒に生活してもらえればなとは思うんですけれども、やっぱりね場所によってはねこれまで行けてたところがワンちゃん入店禁止とかいろいろこう制限が、そうそうそう、制限がかかってきてしまっている部分とかもあったりするので、うん、まあぜひ、飼い主の皆様もそういうところをご理解いただいて一緒に楽しんでもらえたらなというふうに思ってます、うん、はい、なのでね、まあ、そういうところがこうちゃんとできるようになればこのホンダドッグさんでねいろいろ考えてくれるんじゃないかなと思ってますけれども、うんうん、最近そういう企業増えてきたから、うん、
もうちょっとね。はい、続きましてなんですけれども、皆さん普段除菌剤って何使われてますか？うちら何使ってるかね、まあ、人間用だとあのファブリーズとかが多いと思うんですけど、ちょっとファブリーズ心配なので、うん、ワンちゃんのね、人間用だね、うん、ワンちゃんに合う使えそうな、ワンちゃん、うん、赤ちゃん安心して使える、安心して使えるっていう書いてるようなあの除菌剤を使ってるんですけども、今回インターペットさんの方でもね、結構いろんな除菌剤のブースがあった中で、うん、気になったものがあったので、ちょっと試しに購入させていただきました。こちらですね、 e ウォッシュというものになります。こちらですね、なんと純粋のマルチクリーナー、99.9% 純粋のマルチクリーナーということで、99% ほぼほぼお水らしいんですよ。すごいですよね。お水で除菌できんのって感じなんですけど、うん、はい。だってただの水やんでも。そう。なんかね、重金属や塩素などの不純物を除去したお水ある。食品添加物を使って電気分解された強アルカリイオン水らしいんです、うんうん、なのでまあそういったものなので、ペットであったりもちろん人間にも有害な薬品っていうのは決して入っていなくって、本当にアルカリイオンのパワーだけで除菌であったり洗浄であったり消臭できるみたいです。でね、なんか店員さんが言うには食器洗い、うん、とかもこれをシュシュって吹きつけて、うんうんうん、まあ、もちろんそれでそのまま洗い流すだけじゃダメなんで、ちゃんとこう普段通りスポンジとかでね洗っていただく、うん、洗っていただくっていうか必要はあるんですけど、洗剤はつけなくていいんですけどね、これを吹きつけてスポンジでちょっとこすっていただいて洗い流すっていうことで使えるらしいんです、うん、はい。なのでまあ食器も使えるし、あとね、トイレ周りの掃除、うんうん、お風呂場の掃除もかね、うん、とかも使えたりとか、はい、いろんな場面で使えるみたいです、うん、ほぼこれ一本で全てが賄えちゃうっていう感じです ね、うん、まあなので除菌洗浄っていうといろんな製品ね、普通に普段出てる、うん、使い用途に分けてやっ 歌、ね、歌マロとかよく有名だと思うんですけど、歌マロ結構ね使っちゃいけない場面とかもあるみたいなので、まあ、これだとほぼほぼお水のアルカリイオン水なので、うんうん、まあ使っちゃいけないところはあまりないんじゃないかな。ただバッグの革とか布とかは色落ちとかそういうのがあるから、そういうのは使えなさそうじゃない？そうだね、ちょっと色落ちが気になりそうなところはまずちょっと試しに部分的に使ってもらって、大丈夫そうだなって思ったらお使いいただくのがいいと思うんですけれども、基本的にうん、うん、大丈夫なんだと思います。で無臭で無刺激で、うん、だからもうなんだろう、洋服とかもこれで洗えたりとかもするらしくて、うん、っていう話で、なんかねこうやって説明書をもらったんですけどそうそうそう、なんかね、サビ止め酸化防止って言って金属をサビから守る効果もあるらしいです。なので、うん、ね、結構キッチンの水道周りとか、ね、すぐサビね、うん、サビやすいからちょっとこれ吹きかけてみて、本当にサビにくいのかっていうのをね見てみたいですよ。結構ね、サビとかで激落ちくんとかでこうやってやってて、まあちょっと今回ちょっと2本買いすぎかもだけど、ちょっと買ってみてしばらく試してみたいと思うので、また感想をお伝えできればな。はい、続きましては皆さんもよくご存知のライオンさんですね。ちょっとライオンのマーク、ライオンさんの商品になります。これはね本当にガム、愛用してるガムなんですけれどもあったので、ちょうど2袋購入してきました買っちゃいました。そういうのもやっぱりいいね。ね、あとはこちらの歯磨きジェル、普段これこっちはちなみに試供品でいただいたやつなんですけど、歯磨きシート使ってるんですけど、歯磨きジェルっていうのはこれまで使ったことがなくって、
まあ、使った方がより効果があるっていうことだったので、うん、今回こちらのね歯磨きジェルのアップルの香りっていう新しいもの、今まではリーフの香りとチキンの香りの2種だったんですけれども、ちょっと今回からアップルの香りっていうのを出したそうなので、まあ、ウォルトにはこのアップルの香りがいいかなと思って、そうこの時行った時はまだ未発売のやつを皆様にっていう形で販売という、ね、うん、はい、言ってましたね。なのでちょっとこれを試してみて、うん、好きそうだったら、はい、これをつけて歯磨きしてみたいと思います、うん、ちょっとねなるべく歯磨きできるようにやってはいるんですけど、やっぱり歯垢がついちゃうんでね、ジェル使ってみた方がいいかなと思ってこれを買ってみました。あとはこれミトンでラクラクシャンプータオルっていうことで、これ形がね、一個開けてみるか。なんかよくお掃除で手にはめるタイプっていうのがあると思うんですけど、それをワンちゃんなり、そうシャンプータオルってね、普段こう大判のただのウェットシートみたいなやつだと思うんですけれども。生地によってはね、結構よれよれ、こう、メッシュタイプのものとか、いろいろ、こう、普通であっても、こう、使っていくうちに毛羽立っちゃうとか、いろいろあると思うんですけれども、これはね、手に、こう、スポッと、はめるタイプになってるんです。そう、こんな感じで。しかも、これってさ、これはワンちゃん用タイプなんですけど、もう一個は、なんか、猫ちゃんタイプ、ね。そうそうそう、なんかワンちゃんと猫ちゃんで、ちょっと、違うみたいで、何が違うのかちょっと聞いてみたら、猫ちゃんって匂いに敏感なんで、無香料のものを出してるそうです、うん、物的にはなんか変わりがなさそうだったんですけれども、うん、匂いだけ、うん、なんで、まあ、猫ちゃんっていう風に猫ちゃん用みたいな感じで書いてはあるんですけれども、ワンちゃんでもね匂い苦手なワンちゃんとかいると思うので、うん、そういった子はそっちの猫ちゃんの無香料のやつ使ってみてもいいのかなって思います。そう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 、結構今でもね匂いするよね。うん、今すごい。これちなみにワンちゃんのやつはこれアクアフローラルの香りって言って、まあすごいね、石鹸の香りみたいな。そう、石鹸ね、部屋中にちょっと匂い、ここでも割といい匂いしてますけど、充満してる気がする、うん、結構匂いきつめなのかもしれないので、うん、ちょっとね、でね、はい、うん、こうやってもう手にはめてるだけなんで、こうやってそう、なんかねこれね、お掃除タイプのはもともとこういうのあった気がする、ね、こんな感じでね、ほら窓の網拭くやつでこれね、こうなんか二重になってるんですよね。そうそうそう、だからよれないのかもね。厚、うん、厚めって書いてあった気がする。結構厚いです本当に、うん、で、まあ 4,5 分経ったんですけど、うん、そんなに乾いてなくてまだ濡れた状態なんで、結構長い時間使えるんじゃないかな。そう、しかも使い方にね、手にはめたまま新しい面にずらして全面を無駄なく使うらしい、うん、でしかも汚れたシートは裏返すとより清潔に捨てられます。そ、最後ね、使い終わったら裏返しして、なるほどね、よく手袋とか取るときにそうする、まあ自分も癖でそうするんですけど、こうやってここを汚れてるとするじゃないですか、うん、そうすると泥とかついたらね、こうやってそうこうやってできるっていうね、うん、でこれでまあ場合によってはここ縛ってもらって大丈夫と思うんですけど、うんうん、そうなのでね、まあ、うん、お尻周りとか足ドロンコになった時とかはね、ミトンに入らない場合は親指を出して腰を下され、親指を出して腰、ここの隙間のところに、そう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 、なんかさ、手大きい人入らない時あるじゃん、男性とか。でもそれだったらもうちょっと切れ込み深くしてほしいな。そういうこと。なんかつく、逆に親指出すとここがさ、うんうんうん、こうだから、なんかこの部分しか使えない。手繰り寄せればいい、あ、手繰り寄せればまあなんとか使えるけど、ちょっとなんか親指つりそう、そうするとなんか面が、親指つりそう、うん、
うん、でもすごいもんまだ全然最初に撮ったぐらいの湿り感。そうこれねなんかちゃんとノンアルコールで皮膚刺激性なし判定処方で、まあこれ試供品にもねちょっと入ってました、ね、知らずに買ったねあと他にも試供品で厚手お掃除シートこちらもいただきました。あトイレのね、うん、トイレ掃除によくねこちらのライオンさんの使ってたので、はい、それあれだよねこっち、そうスプレー、うん、消臭スプレーっていうかなんていうのトイレ掃除用のスプレー使ってるんですけど、ちょっとこのお掃除シートもよかったらね今後買ってみようかなとね。お次はこちらです。まだ日本には上陸していないようなんですけれども、まああのケア用品といえば韓国でもこういったあのペットのケアスキンケアだったりあの様々なケア用品っていうのが結構出されているようで、こちらはブリージーテールさんの商品になります。こっちが涙焼けのクリーナーになってまして、でこちらがグルーミング用のミストになっています。ちょっとまだミストの方は使ってないんですけどもね、涙焼けは何回か試してみました。そのブースでね、あ家買ってからも使ってます。あら知らないのに。こんな感じで、あの最初はこれが外れてて、あのキャップ普通にキャップなんですけども、これがついているので取り替えていただいて、で上のここが見えますかね、ぐるって回す形になってるんで、回してあのコットンとかにつけて浸してもらって、あの涙焼けのお掃除に使うものになっています。低刺激性のものになるので、はい、あのあんまりね、うん、刺激あると良くないから。なんか実際そのブースで試しにやった時もちょっとここねあの涙焼けあったんですけど、あのちょっと綺麗になったよね。うん、私匂いも、ね、あの自分のこのつけた時に匂いもいい感じだったので、うんうん、嫌な匂いせず、あちょっとなので、そうそうそう、家に帰ってあのアマゾンで買うと割引になるというので、クーポン使って、クーポンコード使って購入してみました、はい、多少舐めてしまっても大丈夫な製品のようなので、はい、ワンちゃんのデータはね、その辺りはあ、そうそうそう、心配はないっていうことでした。こちらは涙焼けのクリーナーですね、はい、でこっちがあのペット用ミストになるんですけれども、あちなみに成分はこんな感じ。本当に、ね、日本に出回ってない。今回インターペットさんでね、あのグローバル的な感じで海外 の、うん、あの製品とか海外の方が来てたりもしてて、うん、ここは韓国のものなんで韓国の店員さんが来てたんですけども、日本語話せる方でね、うん、日本語で説明されてました、ね、店員さんもめっちゃやっぱ韓国だけあるからさ、超肌綺麗だって、すんごいな、毛穴ないぐらい綺麗でびっくりしたわそっちに注目いっちゃったもんこっちはあのグルーミングの際に使うペット用ミストになっていて、あの保湿性がね、その時のブースの時でもかけたけど、うん、本当にもうミストなんで水なんですけど、匂いはローラルの香り、結構好きな匂いですこれは、はい、成分はこんな感じです。そうこれね、あのまだ日本に到達来てないってことで企業様を探してるって言ってて、うん、うん、ね、だから本当に日本で発売するのかどうかはその企業が決まればなので、もしかしたら来ない可能性もあるしって言ってたので、もうアマゾンでしか買えないかもしれないしっていうやつね。他にはシャンプーコンディショナーがあったりとか、入浴剤、これも変えればよかったな。はい、お次はこちらです。
冬の名刺屋さんですね。結構これ早い段階で立ち寄ったね、うん、結構人気なブースでした。ワンちゃんの名刺を作ってくれる会社さんなんですけど、もともとはあのペットフォトを撮ってくれる会社さんで、犬スタっていうの、あの皆さんご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、犬スタさんであの名刺も、ワンちゃんの名刺も作ってます。でブースではそのワンちゃんの名刺作れますよっていうことで、はい、あのすぐ埋まってたね、時間、うん、撮影時間がそもそも10分ぐらいなのね。そうでまあ時間が回ってきたらあの撮影をちょろちょろっとして、でそれがあのカードになるっていう形で、無料であればあのそのフォトブースで撮らせてもらうっていうだけで、有料であればあのプロのカメラマンさんに撮ってもらって、あのカードその時にお渡しできるカードが作れるっていうことで、うん、実際にあのこういう感じのカードをまずその場で1枚いただけて、うん、めっちゃ可愛いねこれねアイアムウォルトって書いてあるんですけれども、まあご自身のねワンちゃんのお名前をここに入れていただけるカードになっていて、でプラス申し込みをすれば、うん、こちらのねもらったサンプルとしてはこの単なるカード、こういったカードだけだったんですけれども、うんうん、名刺こんな感じで実際に作ってもらっちゃったんですけれども名前と犬種と、うん、はい、いろいろ情報入れていただいて、あとインスタお持ちの方はねインスタのアカウントも入れられる名刺っていうことで、あの早速作っていただきました、はい、で実際は20枚だったかな。この顔はちょうどすっごいド緊張な時で、あのすっごいベロがね出てるんですけど、まああのいい意味でこう笑ってるような顔になってるけども、実は緊張しているっていう、うん、はい、近くにね私たちいたんだけどね、うん、いい機会だったなと思います。でまたこちらでね今後誕生日プランの、うん、撮影もされているっていうことでちょっと予約させていただいたので、うん、まただいぶ先にはなってしまうんで、誕生日写真 の、 モデルさん募集っていうことで、ちょっと普段よりお安く、うん、そのプランを、うん、体験というか購入できるっていうことだったので、ちょっとそちらをいい機会だったので試させていただこうかなと思ってて、うん、まあ、ウォルト9月なんでね、うん、9月生まれなんでちょっと9月になってしまうんですけど、また秋頃にそちらの様子もねお伝えできればなと思いますので、はい、なんかそのお店は自由が丘にあるみたいなので、はい、ぜひこういったかわいい名刺作りたいよっていう方いましたら、ぜひね、うん、犬スタさんで作ってみてはいかがでしょうか。はい、あと最後ですね、こちらは、うん、ちょっと実物はまだないっていうことで、うん、その理由はまた後々お伝えしますけれどもご紹介させていただくのは、うん、アトリエセリシール刺繍工房さんのものになります、うん、こちらワンちゃんの顔、うん、顔写真を、うん、お送りすると、それを刺繍、うん、してくれて、いろんな商品ですね、トートバッグでクッション、タペストリー、うん、ブックカバーもあったかな、うん、あと帽子とかもあって、まあ、商品は決まってるんですけども、そちらの商品に、うん、ワンちゃんの好きなお写真をお送りした、うん、お写真で刺繍ができますよっていう、工房になります。でそちらで、はい、まあ、ウォルトの写真をね、うん、使ってでジャケットをちょっと購入させていただきました。これ今回ねインターペットの中で一番高価だね。そうウォルトに一応ねインターペットで好きなもの買っていいよっていうことでお小遣いをあげてた、うん、そうのにあげてたんですけれども、まあ、飼い主のものが一番高かったっていうことで、ね、はい、高かったですね。これお値段言っていいのかな、ちょっとこれ言わないでおきましょうよ。そうしましょうかね。
かわいそうなんじゃないですかね。はい、はい、でまああのお写真でどういった刺繍にしたいかっていうものによっては、うん、あの例えばですねあのお洋服着たまんまとかあの、うんうんうん、なんかこうお飾りリボンとかねつけたワンちゃんをそのまま刺繍をお願いしたいとかっていう場合にはちょっと追加料金で3000円っていう風になってました、うん、元の料金プラス、ね、そう元のね刺繍料金プラス3000円っていう形で、うん、はいになってます。で結構ね、うん、まあ手作業なのかな、うん、なんですけれども割とあの人気の、刺繍工房さんのようで、そう、はい、ご夫婦でやられていて作成するのは旦那さんの方って言ってたね。すごい気さくでね優しい方だったね、うん。インスタグラムのアカウントとかもあるのでちょっとこの辺りに、うん、概要欄に載せておきますので、うん、チェックしていただければと思います。LINE のアカウントかインスタグラムのアカウントでお写真を送っていただいてその後何回か出来上がったデザインを最終確認って感じかな、うん、連絡来ると思うのでそれで OK であれば、うん、作り始めるっていう流れにはなっているようです。出来上がったらまた、そうですね、すぐに出来上がるものではないのでちょっと気長に待ってね。そう結構ね人気なので予約が半年待ち、そうブースにはね予約半年待ちみたいな感じで書いてたんですけれども、うん、なので忘れた頃に届くかもしれないね。ちょっとまだね、うん、デザインがもう届いてない状況なので。あそうなの、うん、あじゃあ結構人気ないので、はい、うん、ちょっと気長に待ってね、また皆さん忘れた頃に、はい、こんなのできましたよっていうのをね、うん、お伝えできればなと思います。来年以降も絶対開催されると思うので次回参加される方々へ、まあ、注意事項といいますかこれしておくといいと思うよみたいなおすすめポイントを話していきたいと思います。はい、でまず1点目ですね、これはチケットになります、うん、で今年これまでもそうだったのかなちょっと記憶にないんですけれども、当日券はなかったです。前売り券しかありませんでした。なので必ず行きたいっていう方は前売り券購入忘れないようにしてください。で券は、1日入場券、インターペットの開催が、朝の10時から夕方の5時までになっていますの1日券、もしくは午後入場券といって午後の13時から入れるチケットがあるので、うん、まあ、そちら、あと、車で来られる方に関しては、うん、駐車場付きの券も売られていますので、うん、まあ、こちら絶対お得なのかわからないですけども、うん、絶対混みますので、車で行かれる方は駐車場付きのもの、うん、通常の1日入場券と買い間違いのないようにしていって、いただければなというふうに思います。お値段もね駐車場付きとそうでないのと全然違いますので気をつけてください、うん、で次のポイントとしましては同意書ですね。入場する際に同意書が必要なんですけれども、もともとはペットお連れの方は同意書が必要ですよみたいなふうに、ん、なっていたかと思うんですけれども、うん、実際に行ってみるとワンちゃん連れてる方々だけではなく一般というかワンちゃん連れていない方も同意書が必要ですよっていうアナウンスが流れていたので必ず同意書準備しておいた方がいいと思います。一応ね会場でも、うん、同意書の紙は置いてあって、うん、その場で書けることは書けるんですけれども結構並んでしまうのと、うん、まあ、一人で来られた方実際にいたんですけれども慌てて同意書書きに行ってまた列に並び直していた方も、うん、だからすごいかわいそうだったよね、うん、あれは。なので並んでいた方もいたので必ず同意書を忘れないように事前にお家で記入してきてから持ってくるようにしてみてください。はい、はい、次のポイントとしては荷物ですかね。これは結構重要になると思います。まあやっぱりいろんなブース回ってね、うん、買うか買わないか分かんないと思いますし、うん、ブース行って
やっぱりこれ欲しいあれ欲しいってなるとどんどん荷物増えると思います、うん、であるブースではね、あのでっかいこうショッピングバッグみたいな配ってたブースもあって、詰め放題とか、ね、うん、やっぱりそこ殺到してましたよね。なんかもう無料で配ってたみたいで、うん、みんな同じ袋を ね持ってたね。だけどやっぱり帰りね、電車で帰るってなるとそれを肩に担いで、めっちゃね、だから去年がそれが缶詰でこれぐらい大きいのを何個も買ってたから辛かった。大変ね、うん、なのでまあおすすめとしてはスーツケース、やっぱり転がせるから、うん、スーツケース持っていくことをおすすめします、うん、今回自分たちもねスーツケース持って行って正解だったと思うんですけども、本当正解だったね。2人で行ったから余計ね楽になったよね、うん、私なんかやっぱりサンプルもらうのと、あとチラシ買わなくてもいろいろもらえるので、だから、うん、だからねスーツがあった方がいい、持ってる方はスーツケースぜひで、帰りにいるいらないとか分けたり、うん、とかしていいかなと、うん、あとはトラック考えると、まあ、リュックでもいいと思うけどね、リュックにもね大きさ限りだったり、だって自分のさ荷物も入れるからさ余計にさなるよね、うん、って考えれば、まあ、リュックプラススーツケースが 無難かなって、うん、一番楽、もう小さいのでいいと思う、そんなに買わなければ、はい、こちら最後のポイントですかね。あのやっぱりもう出店数がもう多いし、うん、広すぎてどこに何かが何があるのかわからないので、そう事前にチェックすること、これは本当に大事です。でインターペットさん、公式サイトとかでもね地図ちゃんとこうパなんでしおり、うん、なんか名前あったと思うんですけど、うん、しおりがねちゃんと出されてて、なんかさその場所のさ目印としてなんか例えば AF の01とかさあったよね。でもそれでも自分のどこにいるのか分かんなくなるから、一応ね地図とあと出店店舗のちょっとご紹介みたいな感じでインターネットであるので、うん、まあ、最低限の情報を頭に入れてここ行きたいっていうところは、うん、その地図にマークして行ってみたものの、うん、やっぱりねいっぱいありすぎてどこに何があるか分からなかったです。そうあとなんか思ったのは一つ一つのエリアで区切られてるのかなと思ったら1、2がくっついてるから、今どこにいるのみたいな感じになる、あれみたいな。今回ね前回はもっと分かりやすかったんですけど、うん、今回の使ってるフロアの使用上が、うん、こう区切りがちゃんとされていなかったので、前回オープンみたいになってたから、そうそうそう、1、2、3で1個のフロア、7、8で1個のフロアみたいなふうになってて、7、8は割と分かりやすかったんですけど、うん、1、2、3がちょっとね、あとこうちっちゃいまでブースになってるところ、そうちっちゃいブースみたいなのがひとまとめみたいな感じでそれぞれなってるから、だからほんとね目印みたいなちゃんと番号書いてあるんだけど、それでもんどこどこどこみたいな、右見ても左見ても全然分かんなかったよね。だから一応壁には今この第2エリアです、第1エリアですみたいな書いてあるんだけど、そこ見ても分からない、いつの間にか違うブースに行ってたのかそうそうそうなってるから、本当にそれで時間かかったよね。それで5分10分ぐらい、うん、そこら辺をぐる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 行ったり来たり行ったり来たりしてたブースもありましたね、うん、お目当てのブースを探すために、そう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 、それでも疲労感満載だよね。まあでもね事前調べしておかないと多分一個一個見ていくことになるんで、うん、お目当ての、うん、店舗を決めておくことっていうのと、うん、まあ、ある程度の、うん、どこのこう1か2なのか3なのかっていうところだけは抑えておいた方がいいのかなとは、うん、本当これ大事、思います、うん、ある程度目星をつけて、あとはもうどこ見てもいいみたいな感じにしといた方がいいかなって。もうそれだけで本当に1日券が本当に1日かかるぐらい、うん、もう 5件だと本当にねほぼほぼ回れないと思いますよ、うん、もう一つのエリアしか見れないと思う、うん、やっぱり午後の方が混んでましたし、うん、人気のところは結構行列になってしまうんで、うん、とかあとはそのブースのお店の人と話したりとかするとそれだけでも5分10分かかるし、うん、お目当てのブースをチェックしていくこと、これは本当に大事です、うんね、実際見忘れたブースとかもあったもんね、あここ気になってたのにとかさ、そうそう行くはずだったのに買うはずだったのにみたいなそう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 、
あったからね、忘れることもあります。まあね、どっちもメリットデメリットありますよね。チェックしておいても忘れることはあります。逆にね、うん、あの自分たちは お目当てというか、うん、気になる店舗がありすぎて、うん、マークをしすぎて見落としたっていう。そう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 、あとは最終的には疲れてもうどうにでもなれもういいやみたいなね、うん、いつの間にか時間ね、はい、経ってたね。以上、インターペットでの試供品と購入品の紹介でした。おいちゃん、どうだった今回？緊張ばっかりだったね。うん。あんまりね、結構いろんなブースで写真撮るブースだったんですけど、緊張して撮れなかった、ね。人も多いし、ワンちゃん、猫ちゃん、大きいワンちゃんとかね、いっぱいいたし、あの、今回ね、場所がどこだっけ？ビッグサイト、東京ビッグサイトで、昔最初の頃に行った時よりもさらにブースが、ブースっていうの、出店数が増えたんですよね、うん、そうそう、だからやっぱりあとコロナ明け、うん、まあ、去年も開催してたとは思うんですけれども、去年行ってやっぱり、うん、うちらも行ってないし、うん、コロナ明けでね結構いろいろ緩和されたっていうこともあって、結構いろんなね、たくさんお客さんも多かったんじゃないでしょうかね。何よりもね、やっぱね、あのペットカートで来る方多いですよね。多いね。これでもかっていうぐらいペットカート人気でしたね。うん、実際になんかペットカートの売り場とかも、あの人だかりがすごかったよね。うん、疲れた。おりちゃんも大変だったね。うん。だからそこに多分おりちゃんは緊張して、あのね、びっくり圧倒されたっていうのもあるし。普段匂わないものにあったりとかね、うん、歩くのも大変だったね、モルちゃんがちっちゃいからやっぱり踏まれそうっていうのもあったし、みんなね、そうだからほぼ抱っこしてたね。こういったブースだけでなくね、うん、あのいろんな、なんていうんだろう、ステージ上でのね、そうそうそう、講演会みたいな、そういうね、有名な、うん、あの大学の教授さんだったり、ペットのあの何、美容師っていうのなんていうの、あ、そうそうそう、あのトリマーさんのね、トリマーコンテストっていうのがあったりね。そうそうそう、あと、まあ、あの動物病院も何個か出展されてて、ね、うちらがよく行くね、お世話になってるっていう動物病院さんがね、そうそうそう、毎年ながら参加されててね、で無料でて、あの検診しますよみたいなのとか、本当いろいろ商品購入だけじゃなくて、そういうねブースとかもあったりとか、あとはちょっと休憩、人間、うちらがね休憩がてら、あのご飯食べるところとかあったりとかして、各ブースかな、2つのブースぐらいにあったので、だけどそれもね座るの大変だったね。インターペットすごい、飼い主さんが一番楽しいのかな誰が一番楽しめるんだ、うん、でもワンちゃん猫ちゃんもいっぱいいるから、まあ、いっぱいだしね、ことを触れ合えるっていうのもいいと思う、うん、本当に大きいワンちゃんとかもいっぱいいて、普段見れないね、こっちがびっくりしたよね、ワンちゃんもうワンちゃんだけでなく、うん、あのフェレットとか、フェレット、そうそうそう、フェレットとかね、うん、とかいろんなあの小動物とかも全然、うさぎとかいける、うん、ペット展、祭典なので、うん、今回はねちょっとあの今鳥インフルエンザが流行ってるんで、鳥だけはちょっとあの参加禁止っていう風になってたんですけれども、あ、いつもいいんだ、いつもであれば前回行った時多分フクロウかなんか来てた気がする、あ、なのでちょっとトリフレーザーの影響で入れなかったんですけれども、はい、はい、ぜひ行ってみてください。スタンプラリーとかもうちらやってないけどやってて、商品とかもらえるか、そういうのも楽しい、ユニチュアムでね、うん、そう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 、いろんな楽しみ方があると思うので、うん、ぜひ皆さん一度は行ってみてください。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今ね地味ではあるんですけれども、チャンネル登録者数増えていただいて、はい、はい、あの、ね、すごい動画編集の励みになっていますので、うん、ぜひちょっとね、投稿頻度があまりよろしくないとは思うんですけれど、はい、我々ね動画編集が本業ではないので、はい、はい、土日でなんとかねこう、うん、やりくりして
一応土日のどっちかであげるっていうのを目指してやってるんですけど、頻度は少ないと思うんですけども、あの見ていただける方、登録していただけた方のために、あのこういう情報とか、あと旅行先で の, あの宿泊ね、ワンちゃん OK なあのお宿とかも、あの観光がてらと宿泊してこういうのだよっていう情報もお伝え、ね、してたりとかするので、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。ちょっとね、あのこういうイベントとかがあると編集ができなくなって、ちょっと先送りになってしまったりとかもするんですけど、あのちゃんとお伝えはしようと思ってるので、あのぜひ気になった方は来年とかね、次回にとかっていうのを参考していただけたらなと思っております。はい、でやっぱりね、うん、コロナのあの影響で緩和されたっていうのも結構大きいかなと思って、うんうんうん、今年はいろいろともうすでに3つ、うん、旅行計画が3つもあったっけ。お、あれとこれと、あー、 ありますね。そうですね、あのちょっとなんか旅行のなんかそういう割引みたいなのもね、なんか使ったよね、ので使ったね、うん、そういうので行けたらなと思いますので、はい、その様子もまた待っていただけたらなと、いつとは言えないのでそうですね、うん、まあ年内には投稿できるとは思いますので、でも別にそういうのイベントじゃないからね、あのぜひそのね、はい、見ていただける方が泊まるときに、あの参考にもうぜひ参考にですね、全て参考にって、参考までにですね、主にはやっぱりね、あの東京に住んでるんで都内の、ね、うん、ご紹介にはなってしまうと思うんですけれども、はい、旅行先ってなると、うん、あの県外のいろいろな場所での、うん、ワンちゃん OK な場所とかご紹介できるかなと思いますので、うん、ぜひぜひそちらも楽しみにしていただければなと思います。はい、はい、もう早速ね、あの自分の実家の神戸編、はい、京都編っていうのを、はい、あの出しておりますので、そちらの動画も、はい、あの見ていただけたらなと思いますよ、はい、では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうね。バイバイ。